ルチアーノ・トリスタイノは、イタリア、ペルージャ生まれのフルート奏者。ペルージャの国立音楽院で M ・アンチロッティに指示した。卒業後は、スイスのルガーの音楽院に留学した。またこの時期に、アンドラー・シュアドリアン、オーレル・ニコレ、ミシェル・デボスと、ジャンピエール・ランパル、ベーター・ルーカス・グラーフ、パトリック・ガロワのマスターコースに参加した。同時期には、様々なコンクールに参加し優勝した。 1991年からイタリア若手オーケストラに入団し、イタリアとドイツ各地のツアーに参加。1994年にはベルリンフィルハーモニー管弦楽団のカラヤンアカデミーオーディションにおいてファイナリストになる。1994年から1996年にかけてオランダのハーグ音楽院でリアン・デ・レーデとフリースタディコースを学ぶ。 トリスタイノはイタリアを中心に、スイス、スペイン、ドイツ、オランダ、ルーマニア、ハンガリー、オーストラリア、そして、米国などで、精力的にコンサート活動を行っている。代表的なコンサート活動ホールは、スイスラジオ局、メルボルンのオーディオトリウム、パレルモのマシモ劇場、ルーマニアのオダデア劇場、ディブレツェのフェレンツリストオーディオトリウム、 フィレンツェのペルゴラ劇場、ローマ化劇場など、スイス放送還元楽団、ルーマニア国立オーケストラ、ペルージャ公共楽団、ハンガリーデブレツエンフィルハーモニー還元楽団などにソリストとして招かれ、ソロ演奏をした。イタリア国営放送やオーストラリア国際放送局、スイスイタリア語放送などにおいて、レコーディング活動を行っている。 現代音楽への関心も深く、現代音楽作曲家がトリスタイノに書き下した作品も多い。クラシック音楽と現代音楽のハサまで活動するエンサンブレヌオーボ・カントラパントにも参加している。ここでは、イヴァン・フェドル、ルカ・ロンバルディ、アジオ・コージ、ファビオ・バッキ、マリオ・ストローパー、ジャコモ・マンゾーニ、ルチアーノ・ベリオ、アドリアーノ・ガーニリー、サルバト・ーレシャリノ、 ミッシェル・ダル・オンガローなどの作曲家がコラボレーションしている。ドイツのギタリスト・ギズベト・アティー、クラリネット奏者、マルチェット・ボネクシェリーと共にトリワルト・ローベ1.3を結成し、イタリア国営放送局やオーストラリア国政放送局において演奏活動をしたり、CD 録音をしている。現在、トスカーナ州シ,シエナ・アール・フランシー音楽院教授。また、 フィエゾレ音楽学校でも教えている。イタリア国内外で夏季集中マスターコースを開催。ありがとうございます。